チンパンジー、チンパンジー、パントログロデュテスは、霊長メヒトカチンパンジー族に分類される、類人ザル。セネガルから、コンゴ民主共和国、ウガンダ、ルワンダ、タンザニア、いずれもアフリカ大陸中部の国々。体長オス85センチメートル、メス77.5センチメートル。体重オス40から60キログラム、メス32から47キログラム。 全身の毛衣は黒く、顎の毛衣は白い。農容石は3 9 7ミリ,リ,ットルミリ,リットル前後である。顔は黒や肌色。成長に伴い額が剥げ上がり、オスで顕著、顔が黒ずむ。種小名トログロデューテスはギリシャ語の、血巨人に由来し、転じて、現人の意。ミトコンドリア d n a の全員延期配列の解析では487万年。 前プラスマイナス23万年にチンパンジーア族とヒトア族が分岐したとされる。国際チンパンジー22番染色体、解読コンソーシアム、ザインターナショナルチンパンジークロモソーム22コンソーシアム、理科学研究所なども参加によって、チンパンジーの第22番染色体がほぼ完全解読され、これに対応する人の第21番染色体の比較が報告されている。 その報告によると DNA レベルの比較では人とチンパンジーの間で1.44%の1、塩基地間、点突然変異とそれに加えて6万8000所の配列の挿入、または欠質が生じていた。翻訳される231種類のタンパク質について比較したところ83%でアミノ酸レベルの変化が生じていた。また、 別の研究では2005年にチンパンジーの全ゲノムのドラフト配列が解読され、人との比較が報告されている。その報告では DNA レベルではおよそ3500万の1、塩基置換と500万箇所の配列の挿入、または欠出が生じていた。タンパク質について比較したところ、人とチンパンジーの典型的な相動タンパク質は極めて類似しており、 平均でわずかにアミノ酸しか違いがなく、比較した、相同タンパク質のおよそ30%は、同一だった。なお、上述の22番染色体の研究の書き方に、合わせるならば、およそ70%で、アミノ酸レベルの変化が生じていることになる。チンパンジーと人の DNA の違いは1から4%程度との、報告がある。上記の報告でも DNA についてはその範囲に、 収まる。それと比べて、7から8割のタンパクに違いがあると聞くと、タンパクレベルでは、胃が大きいような印象を受けるが、全ゲノムのドラフト配列の結果で言及されているように、それぞれのタンパクの違いは小さいことがあり得るため、一概に、タンパクレベルで相違が大きいとは言えないことに注意が必要である。4アッシュがこれまで認められている。アッシュマスクチンパンジー。 西チンパンジーは160万年前にターシュと分化したと考えられ、遺伝的距離が大きいとされる。コリング・ローブズは、ブルンジ、ルワンダ、タンザニア、ウガンダの個体群が、ケナガチンパンジー、東チンパンジーと異なるアシュパントログロデューテス、マーンチェンシスであると主張していい。樹状性だが、地表では、全肢の指関節外側を設置して、四足歩行、ナックルウォークする。 中高生。夜間になると樹上に日ごとに新しく寝床を作って休むが、同じ寝床を再利用したり地表に寝床を作ったりすることもある。10から20平方キロメートルの行動圏内で生活するが、乾燥した地域では行動圏が数百平方キロメートルに達することもある。アリズカに棒を差し込み白アリを捕食する、石や倒木を使って硬い果実の殻を割る。 この葉を使って軌道に溜まった水を飲む。この葉を噛みちぎる音を使って求愛するなど様々な用途で道具を使う。これらの道具及び行動には地域変異があり文化的行動と考えられている。例えば、ウガンダの森に住む者は日常的に木の枝を使ってサスライアリなどを捕食することが報告されている。道具を使って哺乳類を狩猟した報告もある。 西アフリカや中央、アフリカなど大型肉食獣による捕食の脅威がある地域では、捕食者に対抗するため、協力行動が発展して、社会構造にも影響するとの説がある。2013年には、東アフリカでも氷によるチンパンジーの捕食が初めて確認された。食生は雑食で、主に果実を食べるが種子、花、葉、樹皮、蜂蜜、昆虫、 さらに小型から中型の哺乳類、イノシシ類、猿、ダイカー類、ハイラックス類、リス類など、等も食べる。猿を集団で協力して狩猟することもある。母子間では食物分配がよく見られる。肉食の際には大人同士でも分配されることが多い。繁殖形態は体制。生後8から11年で生成熟し。 生後14から15年で初産を迎える。生後10年以下で産むこともあるが、メスが別の群れに遺跡することから通常は、生成塾から初産までに間隔がある。寿命は50年と考えられ、飼育下では57年の飼育記録がある。京都大学霊長類研究所などが運営する、大型類人縁情報ネットワークに基づき、 日本で飼育された生物年が明確な個体821頭から、計された平均寿命は28年であった。複数頭の異性が含まれる20から100頭ほどの群れ、単位集団、コミュニティを形成して生活するが、普段は主に母子関係やオス間の同盟をもとに構成される小さい集団、パーティーに分かれて誘導る、頻繁に離散集合を繰り返す。 特定のオスメス関係に基づいた繁殖はせず、死ゆともに複数の異性と交尾をする。そのため、生まれてくる子の父親は明らかでない。オスは生まれた群れに止まる傾向が強いが、生成熟したメスは生まれた群れを離れて別の群れに移籍することが多い。メスが出自群を出ることによって近親交配の回避をしていると考えられてい、第一子を出自群で生む例や、 子供を連れた軍艦の遺跡例など、例外も知られている。群れ内の個体艦には、順位差があり、特にオス艦には順位をめぐった争いがあることが、知られる。野生か、飼育かともに、オス艦での連合の形成が見られる。チンパンジーの特筆すべき習性として、小殺しがある。オスたちが、他の集団の赤ん坊を襲う。オスが、同じ集団の赤ん坊を殺す。さらに、メスが、 同じ集団の赤ん坊を殺す、など様々なパターンが観察されている。オスの幼獣が殺されることが多く、殺された幼獣は同じ群れのメンバーによって食べられてしまう。小殺しによって他のオスの血統を減らし、自らの遺伝子をより多く残す繁殖戦略であるという説もあるが、ライオンなどの小殺しと違ってどの子が自分の血を引いていないか明確でなく、この習性が チンパンジーの社会でどのような役割を果たしているのかはよくわかっていない。群れ間の関係は敵対的で血縁関係のあるオスが協力して他の群れの行動権に乗り込み殺し合いになることもある。集団から離れて一頭でいるところを数頭で狙うことが多い。単位集団内のオス、メスの日が出生時は1、1であるのに対し成獣では1、2に偏っているのは ここに一員があると考えられる。同族別種のボノボノオス、メス比が一、一であるのと比べると特筆されるべきことである。チンパンジーには笑いがある。くすぐったり、追いかけあったりして、笑い声を出す。ただし、テレビ番組でチンパンジーがゲイなどを披露する際、歯を見せて笑っているように見えることがあるが、これは英語でグリマスと称される表情であり。 チンパンジーが怖がっている時の顔である。チンパンジーは乱婚で優位のオスに交尾の機会が多いが、野生では貝のチンパンジーが駆け落ちすることが観察されている。草陰に隠れていた気の弱いオスのところに、いつの間にか一頭の発情中のメスが寄り添っている。そして、1日、長い時は1週間以上も群れの中心から離れて誘導範囲の周焉へと、 駆け落ちす。ジには、オスに手荒に叩かれたりしながらしぶしぶ、駆け落ちするペアもいる。日本ルの DNA 解析から、ボスよりも、貝のオスの子孫の方が多かったという研究結果があることから、チンパンジーも同じようなことが予想されるが、まだ報告はされていない。チンパンジーは、道具使用や挨拶行動を含め、様々な文化的行動が報告されてきたが、 1999年のホワイテンラの論文以降、2000年代に急増している。ホワイテンラが取り扱った文化的行動は、ものの操作に関するものが多い。ここで使われている文化の定義は、ある行動レパートリーが、集団の多くのメンバーによって共有され、世代から世代へと社会的に情報が伝達される現象ということである。行動レパートリーのうち、 社会的学習によって電波、または伝承され、なおかつ地域間の行動上の際は単に生態的要因の際によるものではないものを指している。チンパンジーは極めて知能が高く、訓練によって簡単な言語を習得できる。習得する言語には一般に図形文字が用いられ、抽象的な記号と単語を理解して、その上で短い文章を作り、 相手に伝えることができる。じゃんけんも理解することができ、人間の4歳児程度の知能を有するとされる。また、人間の代わりに、チンパンジーは宇宙にも行った。1961年の米国のロケットに乗ったハムやエノスの活躍が知られている。彼らは重力実験や簡単なボタン操作の訓練を受けた後に宇宙へと送り出され、生物が宇宙空間でも、 行動可能なことを実証した。知能の高さゆえの脱走事故も多く、1989年には、京都大学霊長類研究所の愛と明が、檻の鍵を開けて脱走する事故があった。それまで鍵を使用したことはなかったが、人間が使用するのを見て、使い方を理解していた。その際に、オランウータンも逃がしてやったが、これは、偽教神などではなく、 愉快犯的な思考であったという。この時施設外で逃げまとう児童を追いかけ捕らえて、障害を負わせている。名前は、今後の方言。元阿蘇の名前チェーは、生息地での本種の故障に由来する。森林伐採や開発による、生息地の破壊、食用やペットにするための密漁、内戦による混乱などにより、生息数は減少している。エボラ出血熱。 急性開白髄炎や呼吸器系の疾患などによっても生息数が少している。一方、生息地でのチンパンジーの保護も行われ、人為的な保護区、保護施設が作られている。日本では1927年に大阪市天王寺動物園で初めて飼育された。日本では1962年に福岡市動植物園が初めて飼育か繁殖。 1982年に京都大学霊長類研究所が人工受精、動物園では1985年に恩師上野物園、1998年に広島市朝動物公園が死亡したオスの霊凍精子を用いた人工受精に成功した。チンパンジーは人間に近いため動物実験によく用いられた。ポリオや A 型肝炎。 B 型肝炎のワクチン開発などに役立った。最も多くのチンパンジーを飼育したのは、米国である。しかし20世紀の終わり頃から、動物実験に廃止を求める立場からの批判、攻撃を受け、21世紀になると、動物実験用のチンパンジーの飼育等数が、徐々に減っていき、米国でさえ、C 型肝炎のワクチン開発と、癌性腫瘍の治療法開発に限って、 実験を行う方向に大きく舵を切った。アメリカの弁護士であり、非人間権利プロジェクト、ノンフマンライツプロジェクトの代表も務めるスティーブ・ワイズが、もし自分の好きなように人生を送ることができるだけの認知能力があなら、そうする権利を持つべきです。どのような種に属しているかは、全く重要ではないはずですという主張から、 彼が世話しているアメリカ在住の4匹のチンパンジーに人として法的人が認められる権利を求めてアメリカの3つの裁判所で3つの訴訟を起こしたという事例も存在し現在上告することを発表している。ワイズは自身の主張を裏付けるために9人の専門家の協力を得てチンパンジーの認知能力について今日知ることのできるすべての知識をまとめた200ページの文章を用意し その9人の専門家も法廷で承認を務める予定である。成獣のオスは他の群れのチンパンジーを襲って殺すことがあるほど寝ろで攻撃的な一面を持っているため猛獣と認識されている。腕力が強く車のフロントガラスを素手で叩き割ることができると言われる。成獣の握力は2 0 0ラムと推定され一部では3 0 0ラム以上に達するとする説もある。 飼育下において人間が襲われる事例も報告されている。2009年にはアメリカで CM 出演などの経歴を持ったトラビス14歳のオスが飼い主の知人女性を襲い警官に射殺される事件が起こった。襲われた女性は鼻、唇、まぶたや手の指を失い重体となった。同年ドイツのベルリン動物園でも餌を与えていた艦長がペドロ28歳のオス。 群れのボスに右手人差し指を噛み切られる事故が発生。日本でも2012年にテレビ番組への出演で人気となったパン君、十10歳のオスが突然凶暴化し飼育研修生を襲い2週間の怪我を焦るという事故があった。2006年、シエラレオネにおいて人間の飼育下にあったブルーノが群れを連れて脱走し、2006年に一人の人間を残虐な方法で殺害し、 4人に重軽傷を負わせた事例もある。動物園で檻や柵があっても、石や糞を投げてくることがあるため、一般の来園者にも危険性はある。2010年台湾、高雄市の琴吹山動物園で、チンパンジーの群れに向かって、ターザンの真似をして大声叫んで騒ぎ立てた、高校生の一団に対して、ボスの D 中が激怒して、石を投げつけ、 間を隔てていた強化ガラスを割ったケースがある。しかしながら、身体構造上、投擲能力においては、人間より劣り、チンパンジーはせいぜい初速 30km、H でしか物を投げることができず、到達距離はせいぜい5から 6m に過ぎない。歌手のマイケル・ジャクソンは、バブルスと名付けたチンパンジーをペットとして愛願していた。しかしバブルスの成長に伴って、 個人宅での飼育は危険と助言され、マイケルはバブルスを手放し専用の飼育施設で予生を遅らせた。日本ではチンパンジー族単位で特定動物に指定されている。チンパンジーの脱走は他の動物の場合とは異なり、人間の設置した隔離設備を知的に計画的に突破するもので、人間とチンパンジーとの知恵比べとなり、現実にはその防止は 非常に困難である。動物園では様々な防止策を講じているにもかかわらず、脱走事件は近年になっても頻発しており、宮崎市フェニックス自然動物園、札幌市炎山動物園、仙台市八木山動物公園等があるが、現在のところ幸い国内では、ブルーノのような重大な獣害事件には発展していない。2014年には、 米国ミズーリ州のカンザスシティ動物園で樹木の枝を折って壁に立てかけ、はしご代わりに使って壁を乗り越えた事故も発生している。ここで留意すべきことは、京都大学霊長類研究所のような霊長類に関する高度な専門知識を有する職員に管理された霊長類を専用に収容する目的で設計された国家研究機関の施設でも脱走事件が起こっていることである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。